山田、お前のシナリオは皆無だ。君にしかできないことをやってほしい。よく聞いてほしい。あのボード2枚は実は何も意味はないんだ。山田を消すための、そう、手段に過ぎない。終わりを望むのは、これすなわちただめなり。破滅を迎えるのは、これすなわち利なり。世界は、二つの箱が揃いしとき、紅蓮の炎に包まれ、そして滅びよう。揺るがす大地に、山が他に見えず、食にあるすべてが焦げ、衣服を生むアダムすら地に生えぬ。鳥の歌は途絶え、砂の地に箱が開かれしとき、静寂が降臨しよう。我々は一瞬だけ帰るだけだ。痛みはない。願いはまた帰れるの。わかってるはずだ。この世界は俺が作った世界の一つに過ぎない。しかし、あの首謀者というウイルスにやられたということだ。俺のこの姿もここにいるためのアバターに過ぎない。マダさんはどこから来たんですか？俺が本来いるべき世界だよ。俺の現実世界からさ。わかるだろう。得意のハッキングだよ。この世界のサーバーを知らんとは言わさんよ。待ってくださいよ。山田さん、待ってくれ。まだ聞きたいことだ。
首謀者にしたのが間違いだったな。僕が僕の心の中に入ることはすごく危険なことだが、仕方がない。僕が止めるしかないんだ。俺はどうすれば帰れますか？
その神聖の力とやらを借りようと思う。